例ライン分断してるってことはこれ空いてるから分断って言われるんであって、うん、つまりそこに聖地じゃないからね、うんうん、はい、じゃあ神様置いたらいい、例ライン繋がるんじゃない、あ、聖地にしてしまえと、聖地にしてしまおうと、なるほど、うん、で聖地にしてしまえばどうすればいいかって言ったらやっぱり神様を下ろすしかないなと、まあ、うん、じゃあの馬宿の聖徳太子、うん、いかがでしょう、そうそうそう、もう立派なもんじゃないですか、もう聖徳太子がいらっしゃる場所ってやっぱ聖地でしょ、法隆寺よりでかいですよ、あ、もうこれやと、なるほど、でもうじゃあ面白いスカイツリーに聖徳太子のエネルギー下ろしちゃおうと、もうこう思いついたわけですよ。そんなんできるんですね。それはね、その簡単な、映画見てたな。簡単な、これ映画にできるんじゃないかな。映画できるじゃないね。もう神道やってる人ならすぐ分かると思います。あ、よりしろみたいな、あの降神師って言って降ろす神の言葉っていうのがあって、はい、まあ、これはあの地鎮祭とかでね、神様やっぱり家に降ろすんですよ。なるほどなるほど。だから結構ポピュラーなんです。ポピュラー。そう、だからあのスカイツリーで地鎮祭をね勝手にやろうと。もう。あれだ、もうスカイツリーがよりしろなわけです、榊みたいなもんだな。で幸いね、許可はいらないと思ったんです、誰も。そうです、なるほどね、うんうん、僕がそこにスカイツリーまで行って、行進誌を唱えればそれでいいだけであって、うん、別に都知事の許可はいらんと思った、うん、いらないでしょうね、いらないなと思って、それをやりに行ったっていうね、はい、どんな風にやったんですか、そのスカイツリーは大きいこう、うん、周りショッピングモールとかあるじゃないですか、どこまで行ってやったんですか、なんか表参道みたいなとこないかなと思って探したんですよ、はい、しばらく一本の道でまっすぐしばらく行ける、はい、あ、なんかありますね、そうそう、ここずっと見えるところね、うん、この通りの先にこう見えるところ、その表参道に勝手に見立ててずっと歩いていって、はい、それでこの足元というかね、はい、まあ、できたところで行進誌を唱えるっていうのをね、うん、やってましたね、そしたらちゃんとこう、うん、お入りになられたというか降りてこられたんです、まあ、僕の中ではね、じゃあもう今はもうスカイツリーは聖徳太子なんだ、僕の中ではそうです、え、でもこの、うん、まあ、最近行かれました、うん、スカイツリー、ね、しばらく開業してから何回か様子を見に行きました、どうでした、元気そうやなと思って元気そう元気そうやな聖徳太子な、よかったな、ね、千何百年ずっと夢の方にいたやろな、うん、って感じ、そう、そうですね、で、まあ、なんか様子見て元気そうやなと思ったから僕あんまり束縛するタイプじゃないんですよ、そういうあ、うん、受ける、すごくない、よし、久しぶり、うん、頑張れよ、頑張れ、じゃね、トラさん、うん、すごいすごい、卒業、え、ということで、ここ最近は行ってらっしゃらない、最近は行ってないですね、だからね、ちょっとぜひちょっと行って、え、そのスカイツリーのどっかにこう聖徳太子を祀ってなんか祠とかなんかがあるとかっていうわけでもなく、まあ、もう自分で祠作った感じです、しかも祠になるだけの立派なものがあったから、よっしゃ下ろしたれって思ってよっしゃ下ろしたれ、作る必要もなく、うんうん、でじゃあ、うん、あれですかね、スカイツリーに行って聖徳太子にまつわるなんかみたいなの、はいはい、うん、まあ変な話、願掛けしちゃおうかなとかさ、願掛け、聖徳太子ちょっといや、まあ、そんなこと考えなかったですけど、ただスカイツリーってやっぱり電波だけ、新しい電波塔だけあっていろんなとこと繋がってるじゃないですか、まあ、そうですね、だ封印の逆ですよ、もういろんなとこ行けると、あ、いろんなとこ行けるんですよ、夢だめに閉じこもってる人たのがね、ここ日本中にいろんなとこ行けるんですよ、恐ろそうです、うん、だから楽しいやろなと思ってますけどね楽しいやろな、うん、すごい面白い、今までかけてこようかな、うん、ねえ、なんかちょっとこう企画してくださいよ編集長、なんかいやこれはいいこと聞いたな、うん、でなんかさらにはなんかあの淡路島というかなんかそっちの方でもなんかいろいろ面白い体験されたみたいな、淡路島でそうそう、だから当時明石に住んでた時期があったんで、はい、明石というと淡路島がすぐ近いじゃん、あ、そうですね、そうで、やっぱりね聖地に興味がある、神社に興味があるってなったら、うん、淡路島すごいらしいよと、なるほどね、やっぱり当然聞いて耳に入るわけですよ、うん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 、よし淡路島行こうと、はい、思ってまあ行ったんですね、それはスカイツリー行った後なのかな、うんうん、後ですね、後、うん、後ですね、で、スカイツリーじゃない淡路島に行って、で淡路島の南に沼島っていうね、沼の島っていうか沼島っていうね、そう、で、そう、ここ大野頃島って言われてると、うん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 、でここであのイザナギ、ミザナギがね、うん、日本列島をね生んだね、はい、まさに舞台だと、国生みの舞台だと、はい、そしたらやっぱりほら、あ、こっから日本が始まったのやと、うんうんうん、じゃあちょっと行ってみようと、うん、思うわけですよ、はい、
うん、でまあ、もちろん僕はミーハーでもあるんで鳴門の渦潮とかも行ったんですけどね、はい、渦潮やなと思って、うん、玉ねぎチップスとかね、そうです、美味しいんですよ、鳴門金時チップス美味しいんです ね、うん、で鵜島に行って、はい、で僕鵜島に船で行きましたと、はい、でその第一印象があれ宮崎駿監督の映画のね、はい、千と千尋みたいな世界が、はいはい、なんかあんな感じの世界に見えたんですよ、なんか異世界みたいな、そうですそうです、ここちゃんと普通の場所じゃない、うん、町自体島自体がもう普通のとこじゃないと思って、うん、でわーっと思ってね、で港の近くの弁天さんとかも入ったらね、とにかく風がすごい、うん、これもう本土とはパワーが全然違う、うん、すごい神様がめちゃくちゃ身近、へー、これすごいとこ来たなと思って、でまあ一番有名なね神立神谷とかね、はいはいはい、うん、もう行って、でちょうど港の反対側の方ですね、そうですね、であそこも行って、でまあそんなに回れるとこないから確かにね、いや本当にね、ちっちゃいですからね、うん、そう、あとどこ行こうかなと、イザナギさんのお社も行ったし、うん、もうないなと、寺が一個は、うん、そう、もうないなと思って、でもまだ昼1時半ぐらいかな、うん、まだまだ時間あるじゃないですか、もうね、はい、うん、それで島自体は徒歩でね、はい、一周回れるぐらいの場所なので、はい、うん、まあ、ちょっと山の中のになんか小さなお社あると、山上社ってお社あると、はい、この辺行ってみようかなと思って、ちょっと遠いけど、まあ、行ってみようと思って、うん、テク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 歩いてた、はいはい、で歩いてって、うーん、まあそのお社をね、あんまり なかなか見つからなかったんですよ、はいはい、ほんでなんかちょっと道前なんかこの辺でいいのかな、あの辺でいいのかなとうろうろしてたら2時半ぐらいになってきたと、はい、結構歩きましたね、歩いたんですよ、うん、2時半ぐらいになってきて、あれなんか俺見られてる見られてるって感じだったんです、視線をなんか見られてるぞ、気配を感じると、うん、その森のね、今道の脇のね森からなんかね気配を感じると、うん、ザザ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 ザ音がすると、もうだんだんなんかいる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 、うん、うん、でザザザザって音がするから怖い怖いやばっと思って、怖いな、ね、僕結構ビビリなんでね、一人なんですよね、うん、一人で歩いてたんです、うん、でもビビリなんで、わこれやばいと、うん、何かこれおかしいからもう戻ろうと思って、うん、その神立神谷の方まで戻ってね、うん、ああよかったよかったと、こっちまで来たらもう安心やと、はい、思って、それで街の中で確か唯一の喫茶店かな、うん、に行ったんですよ、うん、で行ったらそのガイドブックみたいなのが地図書いてあって、うん、山の中に昼一人で入ってはいけませんって書いてある、ちょっと待って、あのよくあの夜にね、うん、そういう入っちゃいけませんって、うん、昼ダメだ、午後から入っちゃダメ、午後から、へえ、12時までAM11 時59分まで OK だけど、お昼以降はダメっていう、一人じゃ入っちゃダメよと、決して一人では入ってはいけない、サスペリア、うん、遭難するような場所じゃないんでね、はいはい、多分夜中入っても大丈夫ですよ、そんなあそこで遭難はないと思うんだけど、うん、そうで、まあ、知らずにも入ってたわけですよね、うん、な結局なんですか、いやあそこもう異世界ですよ、なんかいわゆるそのイノシシとかそういう動物じゃなくても全然違う、いやもうもののけ的なねエネルギー、まあそういうことある意味神様なのかもしれないですね、うんうん、神霊っていうかね、うん、編集長行かれたことあるんですか、主馬、あもちろんもちろん、なんか、ま、その時はもう、まあ、夏だったし、うん、であの港からね、うん、その岩のところまでこう、うん、道が一本、あとお脇というか、あと港からちょっとお脇行くと有名ないわゆるイザナギイザナミを祀ってる神社があって、はい、そこにあのイザナギイザナミの像があるんで、うん、そのね写真を撮ったりとかあります、その山頂っていうかその山の中の行ってないっていうか、あそこにいたら僕ちょっと頭おかしくなってたかもしれないっていう、ね、そんなにですか、うん、ね、多分これ見てる人はお前十分頭おかしいよ、いやいやいや、そんな人も多いと思うんですけどね、そうちょっとねやばかった、それはなんて言うんですか、陽の気じゃなくて陰の気だったってことですか、うん、やっぱりなんか抑え込んでるやつがなんか出てきそうな感じ、それこそやっぱ封印されしエネルギーっていうのがいっぱいあるなと思いましたね、うん、だから封印か、何かを隠されてる、表に出てきてない、なんか歴史だったり何かそういった、うん、
かもしれないですね。やっぱ日本列島想像の場所ですからね、なんか想像されずに待ってるみたいなね、ちゃんなんか表に出るのを待ってるエネルギーがいっぱいあるって感じかな。すげえ諸星大二郎の世界だな、なんか、まあ島はねありますよ、島は、面白い、そう、そう、島って本当に面白くもあるし怖くもありみたいなね、うん、いうのをすごく感じましたね、うん、あそこまでこう異世界を感じたところは他ないですね、日本ではもう、うんうん、すごい。でそのあたりからどんどんこう神社っていうものに関してスペシャリストになっていかれたみたいな、まあ、そうですね。そこからそのやっぱり日本列島の最初の場所、始まりの場所なんで、それからいろんな歴史をね、辿っていくかのように、いろんな時代の、それこそ近現代まで含めてね、その時その時の時代の象徴になるような場所とかにいろいろ行かせていただきましたね、その次だから淡路島行った次はにぎはやひの足跡をたどるためみたいなね、あ、もうハマるのよ、結局にぎはやひにね、これがもう、これが、謎ですよね、結果的に、本来の、ね、太陽神天照、そうですね、ね、違う名前で祀られてるんだけど、よくよく調べていくと、あ、なんだ、僕もにぎはやひかね、そういうのにハマっていったんですけど、ハマってきた時に結構急にね、ここからなんか仕事を、僕にとって神社が仕事になるような匂、いがね出てくるようになったんです。にぎはやひの後をたどっていくと、大阪、東大阪かな、石切剣屋神社さんとかね、石切さん、で、まあ、そこに友達何人かと行ったんですよ、で、その友達何人かと行って石切剣屋神社さんの本殿ではなくって、その裏側に小さなお社があるんです、でなんか江戸時代の庄屋さんを祀ってるとかいうね、なんかそのお社があって、でそこに行ったら先客がいてね、なんか熱心に祈ってるんだと、熱心に祈ってて、でそれを見てですよ、まあ最初待ってようかなと思って、で待ってるのはいいんだけど、結構ずーっとなんか熱心にこう、なんか流しているじゃないですか、流しているいつ早くしてくれよ、並んで待ってんだよ、どんだけ悩んでるんやろって、はい、いつなったらもう3分以内にしてもわかります、これはもう僕らも一緒に参拝しようと思って、あ、じゃあもうそのね、連れも行ったんだと、でもお社の大きさも本当この画面ぐらいですよ、このテーブルぐらいのね、で並んだと、それでこう参拝始めたと、で僕後ろで見てます、後ろで見てたら風がねシューッと吹いてきたんですよ、ふわっと風吹いてきたと思って、で風が吹いてきたと思ってよく観察すると、あれ、その友達の側には風吹いてるけど、先客の側に風吹いてないぞと、先客もすごいお願いしてるのにあれ、あんなに熱心にクーッて、そう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 、でもお社の大きさ自体はそんな 数メートル、3メートルとか4メートルの幅ですよ、これぐらいの幅で半分は風吹いて半分風吹かないって、こんなことある？と思って ね、 ちょっとね、これちょっと自然現象としては考えにくいなと、思って、何が起こってるんやろうと、ほんでその戻ってきた人にね、なんかしたって聞いたらさ、なんかしたのか、なんかしたら、うちはなんか仰いだみたいな、うわ別に何にもって、ただ日頃の感謝を述べただけです、と思ってね、でそしたらその人ね、数ヶ月後かな、ものすごい難しい、入るのがものすごく難しいね、ところに就職できたんですよ、なんかを、日本でナンバーワンの研究所あるんですよ、理科学研とかそういう東大の博士課程、東大で博士取るような人の中でもエリートしか入れない、そういうところにねプッと就職しちゃったんですよ、すげえと思って、まあ、いわゆるいいことが起こってるわけじゃないですか、ご利益ですね、そう、それを見て、あ、ご利益のある祈り方と、ご利益を受け取れない祈り方っていうのがどうやらあるんだと、その判断基準として風が吹いてくるか吹いてこないかっていうのが一つの判断基準に使えるぞと、これ面白いですね、そう、じゃあこう神社とか行って何かお願い事した時に、あれ風ねえな、そう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 、ちょっと、まあ、そうやちょっと出直してきますみたいな、そう、やっぱ風ってあるんですね、じゃあその最初にいてね、ずっと何かこうねお祈りして、風吹いてないってことそっ
ちの方は、うん、まあおそらくご利益がなかったのかな、難しいんじゃないですかね、うん、追跡調査してないんでね。それ分かる。